はい、ということで始まりました一条海子とシュペリボリューム 17回目でございます。イエーイ。ということでお待たせいたしました。もうスタンバイしてね、見ていてくださった方には本当に申し訳ないですが始まりましたよ。お待たせいたしました。遊びに、もう早々に遊びに来てくださってる方が、ゆうたんさんとね、あきちゃんも見てくれてるのかな、あきちゃんと、あとね、これ初めての方かもしれないんですけど、09293、ちょっとローマ字の方がどうやって読むかわかんないんで数字で読ませていただきましたが、はい、ということでね、さあ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 、もう3月でございますよ皆さん、3月でございますよ。3月はですね、ライブがもうすでに2つありました。3月の1日に、モールっていうところで、ライブがありました。で、3月の、この間から8、日曜日ですね、には、初めてのカフェインさんというところで、ライブをさせていただきました。カフェインはですね、実はお洋服屋さんなんですよ、普段は。でも、そこをちょっと、夜になったら、お洋服をこう、避けて、ちょっとした、こう、ライブスペースみたいのを作って、ライブをするところなんですけれども、そこで初めて歌わせていただきました。どっちもピアノの鍵盤のサポートをしていただいて、歌ったんですが、初めて見ていただけるお客さんもたくさんいまして、CD もね、購入していただきまして、とってもいいライブとなりましたよ。あとは今月、まだ2本残っておりますので、札幌近郊の方はぜひ来ていただきたいなと、思います。さあ、さて、さて。ユースト Z のなんだっけ、あの人。あ、アラちゃんですか？はい。うんうん、あ、そうです、そうです。カフェインライブってやつが、ユースト Z スペシャルっていうことで、番組のライブですね。で、呼んでいただきました。すごい楽しかったですよ。初めての人が本当にたくさんいて、共演者ももちろん、初めての方がいたんですけど。100人ぐらいいや、100人はいかなかったかな。でもだいぶ、98人ぐらいいたんです。人は入っていた方なので、うん、いいライブとなりましたよ。はゆちゃん1万人ぐらいの前で歌える？ 1 万人の前で歌える？うん。集められるじゃなくて歌える、うん、歌います、歌います。おー。すげーなぁ。歌えますよ。俺、30人ぐらい前、30人ぐらいだったらまだ前に立って喋ることできるけど。あ、でも喋るのと歌うのちょっと違うかもしれないですよ。で、喋れって言われたらちょっと難しいかもしれないです。余計なこと言ってやつだもんね。確かに。そうそう。ね、あと今月は2つあるので、私のライブもね、うん、今週1つあって24日にもう1つあるので、うん、まあそれもね、たくさん来ていただいて、歌えたらいいかななんて思っております。あ、クイックマンさん。あ、ゆうきさんも来てくれた。ありがとうございます。そう、ゆうきさんは、そのカフェインライブに遊びに来てくれましたよ。写真いっぱい載せたね。あ、そうです、そうです。うん、さっきの0929さん、マサルと呼んでねって書いてあります。あ、ほんとですか？うん。あ、ほんとだ。マサルさん。マサルさーん。マサルさんですね。うん、OK です。そう、そう、ゆうきさんがね、その、私のね、新曲今日ちょっと披露しますが、披露っていうか曲流しますが、CD に入ってる曲でね、なんか一番好きだって言ってくれてね、曲の中で一番好きですって。あ、ま、でもね、私の捉え方がちょっとおかしいのかもしれない。私の曲の中で一番好きなのか、その CD に入ってる曲の中で一番好きなのかちょっとよくわかんないんですけど、全部のシーンが入れてその中かもわからんし、どっちかちょっとわかんないですけど、俺もかよちゃん好きだよ。ありがとうございます。ついでう
のりさんとのぶさんは1ヶ月なんかありました？いやー忙しいですね。いや忙しいですよねこの時期ね。うん。普段暇だからさ忙しい。ちょっとあの昔懐かしいおもちゃの町で散策行ってみたけど。おもちゃの町？ああ高校生の写真上がってましたねそれね。うんおもちゃの問屋街があって。へぇ。大阪にね。うん。これ持ってるんですよ。ほら。持ってるんですよ。ほんまや。持ってる。お風呂で遊びに。ちゃんとある。これね、これほんまにようできてんねん、これがまた。これね、ろうそく、ろうそくに火をつけて、うん。ここに入れると、うん。この後ろの穴からクッてやってって出てて、うん、ポン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 、あ進むんだ、かわいい、へえー、これ優秀なんだよかなり、すごい、これはね、ブリキ、これはようできたおもちゃやで、でね、おもちゃの、2バージョンあるんですよこれ、この火事のとこが、うん、プラスチックのとブリキのと2つある。へぇ。ブリキのはちょっと高いの。じゃあ安い方や。安い方。それはノブさんのは、これはプラスチックなんです。ああ、それで1000円か。このブリキになるとちょっと高い。気持ち。これね、あのろうそくで、なんていうかな、こう動かしてるとこ、うん、ちょっと映したいな、表に。ええ音すんねん。ポン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 。いいですね。だからポンポンせんやねんけどな。箱のパッケージも一緒でしょ、多分ノリさん。一緒一緒。それ全く一緒。ね、うん、ね。ポンポン丸。かわいい。ポンポン丸。これはね、持ってるだけで嬉しい。うーん。で、そういうところを、あの、散策に行ってきてんけどな。あきちゃんと？そう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 。へぇ。町は町いうとこやねんけどな。うーん。そういう昔のおもちゃとかもいっぱい売ってんねん、そこ。うんうんうん。昔懐かしい。へぇ、いいの、うん。また動画でアップしたるね。アップしたるね。ゆうたんさん、かよちゃんブリキのおもちゃって知らないでしょ、知らないでしょって知ってるよ。知ってるのか。知ってるよ。知ってるよ。昔はブリキのおもちゃとかが多かった。うん。それから、知ってる知ってる。セルロイド。セルロイド？なんか聞いたことあるような気がするけど、セルロイドって何？あの、偉人さんに連れられて、あの、人魚さんとか、セルロイド。キューピーちゃんなんか、セルロイドですよ、ね。うん。ゴムみたいなやつだね。あー。そうなんだ。うん。筆箱とかね。うんうんうん、みんなセルロイド。へえ。いやでもなんかブリキはなんかなんだろ、風情があるというか、なんかね、昔ならではの、今はブリキのおもちゃって、現代のおもちゃでブリキのおもちゃなんてないですよね、きっと。うん、だからもう昔懐かしい、ね。うん。今日なんか綺麗やね。また改めて言うけど。あ、画像ですか？うん、画像もかやちゃん。イエーイ。そう、その照れ笑いがまた痛くて言うんだよ、森さん。でもね、さっきね、あきちゃんが、なんか雰囲気変わったって言ってた。よ、タイムラインに。それあれやろ、だから、髪の毛やろ。そうなのかな？プツンプツンやから、じゃん。雰囲気変わったって言ってたけど。うん、プツンプツンやっちゃう、じゃん。ん？パッツンだから？そう、パッツンになってから知らんやろ、アキ。あ、そっか。うん。あんまりアキちゃんあれかな、Facebook 覗いてないのかな？ Facebook あんまり見てないと。ね、私 Facebook にめっちゃ載せてるから。うん。そっかそっか。ふうたさん。刃が可愛いかよちゃんって、ゆうたんさん。ん？いいよ。無理やり出さなくていいよ、そういうの。なんだろうね、今日はみんなで。おみちぎ大会になってるな。ほんとだよ。
何も出てこないよ。あ、あきちゃんが若返ってるって。やったー、若返ってたー。若返、若いのよ、若返ってなんかあれみたいじゃん。年取ってる人たちがお互い褒め合って、キツを舐め合ってるみたいな感じ。いやいや、違うよ。あきちゃんと私、同い年ですから。まだ30前じゃん。そうだよ。わ、全然若いよ、そんな。でもね、この間、私、もうちょっとでね、3月20日が誕生日なんですけど。お、そうだ、そうだ。そう、なんですけど、もうちょっとで28になるんですよ。ね、3月20日でね。おー。で、今27なんですよ、まだ。ギリギリね。ほんまだ。こんな、そしたらね、この間、飲み屋さんで、店員さんに、何歳ですかって聞かれたんですよ。うん、で、私。そのこと聞く。店員だなぁ、それも。急にじゃないんですよ。なんかいろいろ喋ってて、うん、なんかいろんな話の中でそういう年の話になって、うん、あ、で何歳なんですかみたいな感じに聞かれて、何歳に見えますかって言ったんですよ。うん。32とか言ってます。お決まりでね、うん。言ったんですよ。そしたら、えーってなって、24って言われたんですよ。24。微妙な年齢だけど、24って言われた時にめっちゃやったみたいな。そんなんで嬉しい。よっしゃーみたいな。そんなんな、絶対下言うって。いやいや、いやそうかな。いや、でも私、全然、年いってたりしても全然傷つかないから、本当に何歳に見えるか言ってくださいみたいな感じで言ったんですよ。うん、全然別に傷つかないから本気で答えてくださいって言って。そしたら24って言われたんです。よっしゃみたいな。それは嬉しいわけ。いや、嬉しいですよ。あ、そうなんや。嬉しいよ。俺、こう、18区の頃さ、うん。女の子ナンパするじゃない、声かけて。うん、うん。いや、お兄さんいくつなのってか、いくつだと思うって言うとさ、うん。18区のお兄さん使わないで、24とか25とかって言われてたんだ。へぇー。年上に見られてたんですね。子供言うでしょうとかね。でも、その10代の頃ってちょっと上に言われた方が嬉しくないですか？いや、俺嫌だったなぁ。あ、本当ですか？ 10 代の時ってちょっと大人に見られた方がやったーって思うような気がするんですけど。うん、20過ぎるとね、若く見られたいっていうのを思いますけど。はい、とこ、かよちゃんは若いって言うと喜ぶね。喜びますよ。酒がめちゃめちゃ強い、ね、あ、そうだそう、さっきもね、のりさんいない間にのぼさんと髪の毛、のぼさんも伸びたっていう話してたんだけど、ゆうたんさんものぼさんもの髪の毛伸びたねって言ってる。うん。ね、もうね、外歩いてるとここがさ、風でふわふわふわって髪の毛が揺れるのわかる。うんうん、ん？何？歩いてんとここがほら風でこうやってふわふわ。あ、はい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 。なんかそれがすごくね、心地よいというか。へぇー。あんまり気づかないでしょ。このぐらい伸びないと。まあそうですね。うんうん。昔の学生時代の髪の毛なんで。そうなんだ。のりさんたちはだってもう、ビートルズブームで髪の毛伸ばすのが。学生運動が、うん、激しかった頃、うんうん、なんかいちご白書もう一度のこれ、あの歌詞の通り、歌詞の通り、いちご白書もう一度聞いたらわかるけど、歌詞だけ思い出せないな。この曲、いや曲は聞いたらわかるけど、歌詞って言われたら歌詞は思い浮かばない。うわ、じゃあここでのりさんが歌ってくれますか。そうか、いちご白書もう一度がわからんか。うーん、若いんやね。若いんですね。さすが24歳。若いです。えらい24歳、嬉しかったな。あ、ビートルズもカーペンターズも知ってますよ、ゆうたんさん。
ビートルズよりカーペンターズでしたね。うんうん。ハキちゃんが言いました。いちご白書は、のりさんが毎回歌う歌だよ、カラオケでって。あ、そうなんだ。で、すごい、いちご白書って全部ひらがなだもんな。本当だ、いちご白書って書いてある。スマホでから売ってんちゃうか。あ、そうかもしれない。なんかパソコン調子悪いって言ってた。いちご白書が分かってないのね。いちご白書って思ってんちゃうか。はい、じゃあ次行きましょうか。それ俺も思いついたんだけど。言わなかったんだ。言わなかった。言わなくて正解でしたね。それを飲み込まずに言っちゃったのりさん。飲み込んだ。カーペンターズもね、ものすごくヒットした。いや、そうですよね。うん。カーペンターズとかね、アバ。アバ知ってる？アバ、アバ知ってる、知ってる。アバもね、もう、うん、スウェーデンの国を支えてたというぐらい。あ、そうなんだ。うん、ものすごく。あれ？そっか、そう言われてみれば、私、あ、そっか、アバ、アバね。てか、アバの、アバも、カーペンターズもコンサート行ったんですよ、私。これちょっと自慢。うん、うん。なかなか行かれ、うん。そうなんだ。だから、カーペンターズ、アバ、ビートルズ、一条かよこと。来ましたね。それ来ました。それ何の順番ですか。わかんない順番で。確かに確かに。なんか今言えるやつを全部言ったみたいな。なんか知ってるやつをその言っただけ。最後につけとけみたいな。ひどいな。あくちゃん、あくちゃんパソコンだって。あ、パソコンか。漢字がわからなかったんだって。あくちゃん。うん。あ、映画、映画、映画ね。うん。一応、白書っていう映画があって。衝撃さん、衝撃さんは、間違えた、衝撃さんじゃない、襲撃さんだった。うんま、自分より年が5、6歳上の女性が好きでして、急に来たね。熟女？熟女ってことかな。熟女好き？うん。襲撃さん、熟女、熟女じゅ、襲撃三十、襲撃三熟女好き。これ、ちょっと、これちょっと、何それ？これ言うてください。早言葉。早口言葉。襲撃三熟女好き。それ。なんだこれ？これなぁ。なんだこれ？襲撃三熟女好き。言えたじゃないですか。これは。早口、3回言わなきゃなんですよ。かよちゃん、あれ歌謡曲なんてリアルタイムで聞いてないんだね。歌謡曲ですか？歌謡曲なんかもうなくなってるもんね。あ、ね、年齢的にってことですか？歌謡曲。え？もういいよ、のりさん。え、でも、私多分聞いてる方だと思いますけどね。夏メロ好きだから。ああ、だからリアルタイムではほら。あ、リアルタイムでは、うん、うん。まあね、見てくださってる皆さんも、私の曲聞いた、ゆきさんとかはね、もう聞いてると思いますが、CD、この間3月1日ですね、こういうありがとうっていうね、この CD に入っている、ペラ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 ーってめくって、ですね、ここ、ちょうどここ。じゃーん。見えるかな？こっち。未来へっていうね、曲を書きました。書き下ろしの新曲でございます。これに入っております。で、これには実際15アーティストの曲が入ってるんですけど、私も一曲新曲で未来へという曲を書かせていただきました。で、ネットでは初めて配信というか、流します、うん。もうこれを持ってる、お手に持ってる方はもちろん聞いてると思いますが、今日は、ね、遠方の方、聞いてない方たくさんいると思いますので、お見逃しなくという感じで、あ、お聞き逃しなくですね。
っていう感じですが、未来へという曲を、では、皆さんに聴いていただこうと思います。これは、ライブハウスとかライブバーとか、こういうイベントやる、ライブ側をさせてもらってるスペースがあるんですが、そういうところにいる方たちだったり、お世話になってる人たちへのありがとうという気持ちを込めて、作った一曲になっております。では、好評いただいておりますので、ぜひ、今日は初披露でございます。来てください。未来へ。のりさんお願いします。
はい。はい、ということで。あ、よかった。かかりましたね。いやいや、流れたのもよかったけど、うん。いい曲や、これやっぱりね。本当ですか？うん。なんとなくこう、入っていきやすい。ありがとうございます。うん、これライブで聴いていただけたら、またさらにさらにいい感じなんですけど。うんうん、これはね、CD 買ってくださった方もそうなんですけど、結構ヘビロテで聴いてますって言ってくれてる方がたくさんいて、うん、よかったなぁと、思っております。うん、なかなか、なんていうか、入っていきやすいわ。サビがね、サビがこれも一番最初にできたので、うん、キャッチーな曲が作りたいなっていうのもあったので、これも一応あれか、もちろん作詞もそうやけど作曲、あ、そうですそうです、そうです、もちろん、すごいな、いいなこれな、うん、ありがとうございます、うん、いやなんかほんまになんていうかな、聞きやすいリズムっていうか、うんうんうん、ありがとうございます、うん、あ、そうそう、それでね、今曲流れてる間に写真写ってたと思うんですけど、うん、つい最近のライブのやつなんですけど、うん、実はこれゆうきさん撮ってくれた写真なんですよ、いっぱい貼ってたもんね、ゆうきね、そう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 、とっても素敵な写真を撮ってくださったので起用させていただきました、うん、こちらこそありがとうございます、これ可愛く写ってるわ、うん、そうですね、今度自分の CD になるとき、うん、にもちろん入れます、うんうん、ね、年に4曲っていう。あ、なんか約束したね。このままね。そうです。そうです。三ヶ月。それ忘れてんだね、もしかして。忘れてる？忘れてる？もう忘れてない、忘れてない。おお。今思い出した。全然忘れてない。いやいや、全然忘れてないですよ。3ヶ月に1曲いてね。まあ、これは1曲に入ってるよね、ほんなら。もう。うん、そう、もちろん。新曲ですから。あ、そうよね。うん。これで。6月ぐらいまでにまた1曲増えてる。うん、うん。しかし、この曲、ちょっぱらに来ると、次、やっぱりどんどんええ曲作っていくの、大変ね。そうですね。落とされへん。そうですね。いや、うん、私だから大丈夫です。おぉ。おぉ、頼もしい。頼もしいな、おい。せやけどな、言う。冗談だよ、冗談。言うのはばっと言うねんけどね。うん、冗談、冗談。気持ちいいね、気持ちいいですね、今のね。うん、いいよ、すごく気持ちよかったね、今聞いてて。ええ、頑張りますよ、でも。うん。いや、かいちゃん大丈夫だよ。かわいいから。違うよ、そういうのと。そういうのスパって言うのと、それとちょっと違う。違うよ。自分で言って笑っちゃってるもん、まず。どの口で言ってんだろうな、俺は。そう、でもね、ほんとこの曲はね、歌詞がすごく迷って、うん、何回消しゴムで消したことやら。ええなあ、それ。消しゴムで消しながらまたなぞるっていう。そう、でも、でも結局最終的に行き着いたのは、やっぱり難しい言葉だとか、飾った言葉じゃなくて、本当にストレートな言葉が残ったわけですよ。うん、なんかぐちゃ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 いろいろ書いたんですけど、なんかもうわけわかんなくなってっていうか、言葉が多すぎてなんかこう、遠回りしてるような気がして。なんかこう、結局はこうストレートな言葉で分かりやすい言葉で伝えたいっていうところに行き着いて、うん、この歌詞になったんですよ。なので、めちゃくちゃ考えて書いた歌詞なので、まあ、歌歌うたびに言うんですけど。そうだよね。本当聞いてほしい。まあ、もうくるくさ、普通の女性と違ってとても朗らかで素敵でいいですねっていうより、うん、かいちゃん可愛いよねっていうのがいいよね。そうですね、うん、うん、伝わりやすいですね。そうですね、うん、そうですね、そこで笑うとダメなんだよどう苦手でさ、そういう愛情表現がね愛情なんですよそう、だから未来へっていう、うん、この未来へっていうのは、うん、歌詞ちゃんと見てないけど、うん、どういうのを込めての未来へになるわけ？
もちろん、自分の未来。自分の未来。そうです、そうです、そうです。やっぱこのライブハウスだったり、そういう歌わせてもらえる環境ってすごいありがたいことで、そういう場所があってこそ、歌えるっていうか、まあ、お客さんあってこそのライブなんですけれども、やっぱりその歌える場所ってすごい大切だと思うんですよね。だからそういう、まあ、そういう歌わせてもらってることで、こう未来につながっていくっていうか、うん、そういうのを題材にしてというか、書いたので、うん、まあ、感謝の気持ち、ありがとうの気持ちなんですけど、これ私の CD じゃないんですよ。うんと、このライブハウスの人が、主催して作ったコンピレーションアルバムっていう CD に、私の曲を一曲だけ入れさせてもらってるので、これ私の CD ではないんですよね。なので、ジャケットとかは全然、私が作ってないっていうか、この、ライブハウスさんが作ったジャケットですね。そうそうそう。だからね、ちょっと違うんですね。前のやつはね、こういうのだけど。全然違うよね。そうそう。そういうことで、かえちゃんの CD はね、車の中で聴いてても、うんうん。今、なかなか。ありがとうございます。散策行くときに、たまに車で行くとき、うん。かえちゃんの曲もかけてんけど、うん。なかなかいい。ありがとうございます。まあ、全体的に聞きやすいよね。そうですね、うん。それは結構売りですね。みんな言ってくれます。うん、なんか耳に入ってきやすいっていうか。ゆうたんさんが、かよちゃんの CD をいろんな方に聞かせると好評なのが嬉しいって言ってくれてます、うん。ありがとうございます。でもね、そういう言葉があるからこそ新しい曲を作りたいと思うのですよ。ね、ありがたいですよ。まあ今年はしかし楽しみやね。うん、この、未来へからスタートして、そうです ね、 ね、まだ題材にしたい歌っていうか題材にしたいことはもう浮かんでるんですよね、たくさん。例えばどんなのを題材にしたいの？私今まで曲作ってる中で家族に当てた曲って一曲もないんですよ、うん、おお。パパに？パパもママも？そうですね。うん、そうそうそう。お兄ちゃんもお姉ちゃんも。お姉ちゃんもお姉ちゃんも。そうそうそう。だからなんかこう、やっぱ生きてるうちに、うん、いや今ど、せっかく歌える環境っていうか、自分でここまでできるようになったので、やっぱり、曲として残したいっていうか。うん。やっぱこう言葉でありがとうとか、そういうのはまあ言える時もありますけど、やっぱこう、うちに秘めてる言葉っていうか思いとかって、そんなね、ストレートに伝えられたりしないじゃないですか、家族になんて。恥ずかしくてね。で、家族の次は、愛する人へとか。まあでも、愛の歌はいっぱい作ってますからね、私。自分のじゃないけどね。自分の彼氏のために歌う。そうですね、そういうこともできたらいいですね。うん。あ、そっか、その前に彼氏作んなきゃいけないんだもんね。そうだった。しまった。ダメなんだ、そこがないとできねえんだよな。そうだった。うん。で、夏にはちょっとね、温度、うん、ね、踊れる温度。踊れる温度？温度。よいしょ、よいしょ、みたいな。そうそう。四点張り温度。これを入れて。やだ。これを入れて。そうだ、そう、ゆうきさんなんてこの間のライブでね、うん、ライブ来てね、最後に、CD 買っててくれたんですよ、このね。ありがとうの CD 買っててくれたんですけど、その時に、あ、すいません、冷えピタ持ってくるの忘れましたって私に言いましたから。いいからって言って。大正解。ゆうきさん、いいからって言って。ねえ。それええな。一つコミュニケーションがリアルに移ったってことだもんね。そうそう。で、冷えピタ持ってくるの忘れましたとか言われて、持ってこなくていいからって言って。それはなんか特別な会話だからさ、見てないと分かんないね。やっぱそうですね。そうですよね。ああ、いいよいいよ、それ。ライブでな、CD へ販売したときに、冷えピタ持ってきてくれたら、なんか私冷えピタ集めてますから。集めてますからって。いや、今度使わなあかんので、みたいな。うん。
持ってきてくださいと、うん、私のライブに来るときはヒレピタ1枚持参してくださいと。なんかそのうち本当にそうなるよ、かよちゃんそういうこと言ってるときと。いや無理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 。そやけど、や言うてるように CM 曲あれいらない。そう、まあ本当にね、そこまでいったらでもヒレピタの CM を撮るしかないですよね。うん、だから4曲プラスね、うん、4点張り4のに冷えピタ CM 曲で6曲になるかな、これ。うまくいけばトントントンってね、うん、こういうの作ったんですけどってね、やってもいいよね、売り込みにね、うん、じゃあなかなか冷えピタの歌作るもんいてないやろ、シンガーソングライターで。いや、いないよね。ここに行くとき俺ついていくから、ちゃんと。わかりました。後からついていくみたい。わかりました。ヒエピタジさんで。うん、案外いけるかもわからね。あの真剣に作ったら。めっちゃいい歌作って持ってったらすごいですよね。うん、これをここにこう貼ってとか説明しながら、あの、いやそれはいい。こうすると治りが早いよ。あ、じゃあキューピーちゃん持ってってちっちゃくヒエピタ切ってこうやってやるね。おそんなこと言ったら俺今度貼っとくよ、ここにしぼ。やだ、余計なこと言ったらまた。あでもね、他の子がやらなさそうなことやると、うん、なんか目立つかもからね、うん、考えよう。それもう冷えピタに、冷えピタをチケットにするとかね。ちょうどこんぐらいの大きさでしょ。おお、乗ってきたぞ、乗ってきたぞ。いいぞ。ヒレピタチケットぐらいの大きさだから、それにこう、ね、なんかこう、印字してね。で、かよちゃんが使った後のヒレピタとか。すごい嫌だ、それ。嫌だな、それ。嫌だな。みんなこう、ライブしてる時にみんなこんなことしたりとか、なんか、ペタペタペタ振ったりとかするやん。みんな、そこみんな、私の向かって、へいって投げればいいんじゃないですか。私、ペタってくっつくみたいな。じゃみんなに貼ってもらうねん、ここ。ペタ、ペタと。投げてもらえばいいんですよ、ヒエピタを。それをこう、私がキャッチするっていう。ほんまにな。ほんまにある。いや、しないよ。俺とかノリさんがライブに行ったら、本当にやるぞ、それ、きっと。で、そしたら避けるから大丈夫、しょ。さっ。今度は大阪でやるときはそれ必ず、うん、ヒエピタ必須じゃなくて大丈夫だよ、みんな本当に大丈夫。でもきっとゆうきさんもあの、うん、すごい勇気を持ってね、あの私に言ってくれたんだと思うんですよ、そのヒエピタの話をね。そう、顔見たら言いたくなっちゃったんじゃないの。すごい笑ってましたけどね。忘れましたみたいな感じで言ってましたけど。乗ってこなくていいよって突っ込みましたけど。よう言えた話やけど、それ。うん。素晴らしい。そうですね。うん。そう。まあね、また CD の話に戻りますが、なので、この、私のライブ、来てくださった方は、購入できますので、あの、私以外にね、14人のアーティストさんがね、入っておりますので、ぜひね、北海道の音楽シーンを一緒に盛り上げてくれる方は、ぜひ、これ買っていただきたいなと思います。あ、そうだ、かよちゃんファッションチェックしてないじゃん。しなくていいよ。もう見えてんじゃん。ほら。下は履いてんでしょ、今日。下履いてないよ。履いてないの。この頃。あ、そう、これ見て、面白いよ、見て。なんて読む、なんて読む、これ。スターウォーク。スターウォーズじゃなくて、スターウォークなの。ね、下はね、この頃。で、見せません。この頃、あっさり履いてないっていう。ねえ、うん、お前はなんかそういうこと言うのも恥ずかしそうだったのに。うん、怖いね。せやけどね、かよちゃん足綺麗やろ。は？出ました。誰よ。私の足見たことあるんですか。いやいや、歌ってんのあるやん。
歌うたりない。生では見てないけど。いやいや、まあまあ。いや、足はぶっといですよ。足綺麗やろ、細いよ。足ぶっとい、ぶっといですよ。いやいや、あれぐらいだったら細い細い。うん、いや、ぶっといぶっとい。キューピーちゃん体型だから、なんて言ったって。ああ。足スラッとしてるよ。してない、してない。小股の切れ上がった。小股粋な女なんですね。なんだそれ。小股知らない、知らない。いや、よく落語でね、綺麗な女の人を表現するときに使う。そうなんだ。うん。さあ、それでは今日はね、聞いてもらいましたが、新曲。いかがでしたでしょうか？未来へという曲ね。曲聞いていただきました。これからも配信中に流して、ここ数ヶ月はちょっと新曲でね、みんな聞いてほしいなと思いますので、ぜひぜひ。遊びに来てほしいなと思います。まあ、アーカイブで曲を聴いていただくのももちろんいいですし。なので、ぜひ、またね、来月も遊びに来ていただきたいと思いますが。そう、カズさんとも話してたんです。次はじゃあ大阪だねってお話をしていただいたので、行きますよって言ってね。うん。ゆうたさんも生かよちゃんに会いたいぞって。そう、ほんとね。生かよちゃん。今日はフリートークでしたが、また、四点張りの、四点張りの話でまた盛り上がっちゃって、四点張りの話出ない日ない。ね。なんかもう、定番だね、四点張りはね、うん。じゃあ来月は、四点張りトーク禁止にしよう。うん。うん。ね、今タイムラインにこう見に来てくれてる人もね、あ、来週は禁止だよ。OK。NG ワードですね。4点とかね。NG ワードだよ、NG ワード。そんなので。はい、それでは、来月も、来月は4月14日の火曜日9時半からになります。一番、なんだ、最後ですね、エンディング曲は、My Color to Shine という曲を聴いていただきます。ということで、マイカラートゥーシャイン聴いていただいております。そう、実はね、この CD ね、もう、あとちょっとしかないんです。この間もね、ちょっと言ったんですけど、この間のそれこそカフェインライブでね、さらにまた2枚売れてね、もう残り少ないですよ、皆さん。なので、まだ持ってないっていう人はですね、ぜひライブに来たら、絶対ゲットしてください。もうこれ増刷しないので、ぜひゲットしてほしいなと思います。カウちゃん、それぞれ2枚じゃなくて10枚とかで多めに売るの？いや、違うの、もうね、もうちょっとしかないからね、ちょっとずつしか持ってってないの、ライブに。10枚売れちゃったんで、あと5枚しかありませんのか、今これ。ごめん、正直者だった。2枚売れてなくて、今ちょっと寂しくなっちゃう。正直者だった。ちょっとしか持っていけないのさ、ライブに。ちょっとずつしか持っていけないから、その時も。だからね、もう、本当に、一桁だからね。もう一桁がどんどん減っていくからね。だから、ほんとライブに遊びに来た人は本当に絶対買ってほしいなと思います。
持っているから大丈夫です。持ってますね。ケイさん持ってますね。ありがとうございます。はい。はい、ということでね。あ、そう、うんと、エビさんね。月1なんです。来週もまた来てください。4月14日なのでね。あ、ちたたかさん、何が禁止って？あのね、4点張りっていうキーワードをね、言わないっていう。ヒーピタっていうね、ワードと、4点張りっていうワードは言わないって、来月はね。それなしで、トークが果たして成立するかっていうね。いつもそれで成立してるから、それなしで成立できるから。そうしたいと思います。したいと思いますっていうかね。別にいいんだけど。なので、来月はそんな感じでいきたいと思います。まあ、4月になったらね、もうちょっと気温も暖かくなってるだろうし、もう東京の方は桜が咲いてるのかな？咲いてるのかな？はい、はい。はい。あ、そっかそっか。北海道はまだまだ、なんか、桜咲くかなぐらいの、なんで。では、4月の14日火曜日の9時半からまた一条かいことおしゃべり、次はボリューム18になりますね。今日17だから、配信したいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。それでは、おやすみなさい。ありがとうございました。また来月。ありがとうございます。